メコ A-100 型フリゲートは、ドイツのブロームウント、フォス社によって設計された K フリゲート。メコ型フリゲートの K 負に属するものとしては最も、小型の缶型である。メコ A-100 型は、ブロームウント、フォス社の有名な輸出用フリゲートシリーズであるメコ、型フリゲートの新しいメコ A シリーズにおける K、フリゲート、コルベットとして位置付けられている。 しかし実際には同じメコ A シリーズに属する大型フリゲートであるメコ A-200 型フリゲートよりは従来型のメコ200型フリゲートをベースに小型化したような設計となっている。このため特に軽武装の紹介艦モデルはしばしば単にメコ100型として呼ばれることがある。メコ A-100 型はマレーシア海軍とポーランド海軍によって導入されている。 このうち、マレーシア海軍向けのメコ 100RMN 型は、必要最小限の装備のみを搭載した、懲戒艦モデルであり、武装は、中高警報と機銃のみに限られている。これに対し、ポーランド海軍が導入しているモデルは、PDMS や SSM など、一通りの武装を搭載した、汎用戦闘艦となっている。ブロームーンとフォス社は、以前、 本型とほぼ同大の軽フリゲートとしてメコ140型フリゲートを開発していた。しかし、これは比較的大型のメコ360型フリゲートをベースとしており、デッドスペースの発生が避けられないモジュール設計を適用するには線形化所だった。また、外洋域での戦闘を遂行するため、設計に無理を重ねることとなり、発注者はアルゼンチンのみであった。 メコ100型フリゲートは、メコ140型の失敗を十分に研究した上で、開発された。すなわち、ベースとしては、より小型のメコ200型フリゲートが採用されたので、設計の困難は最低限に抑えられた。そしてまた、冷戦構造の崩壊以後の世界情勢の中で、ますます重要性を増す戦争以外の軍事作戦に、焦点を当てて、 紹介官邸としての性格を強めての設計がなされた。これにより運用人員は削減され、最低では26名の乗組員によって運行できるようになった。その一方、重武装を望む顧客に対しての対応もおろそかに話されなかった。メコ型に伝統的なモジュール化設計は、軽武装の紹介官を容易に重武装のコルベットに改装することを可能としている。 また、兵器テクノロジーの発達によって、戦術情報処理装置や各種レーダーなどはより小型化されており、小型のコレベットに対しても十分な火力を提供できるようになっている。例えば、メコ100型紹介艦は、民生用の航海レーダーと極めて簡素な対、水上捜索レーダーしか搭載しないことで、運用の手間と取得コストを削減することができるが、その一方で、 ほぼ同一の設計によるメコ A-100 型コルベットは、対空捜索レーダーと艦対空ミサイルを誘導するための射撃式システム、一式を搭載することによって、対艦ミサイルをはじめとする航空脅威からの自衛能力を得ることができる。なお、本型をベースとして、ドイツ海軍向けに開発されたコルベットが、ブラウンシュバイク級コルベットである。戦隊設計は、 基本的に同一であるが、上部構造物後部のヘリコプター格納庫は、無人機2機を収容できるように改め設計されている。他、ドイツ海軍の運用要求に則っ,った装備が、施されている。メッコ 100A-100 100型の最初の発注者は、マレーシア海軍であり、その設計は、メッコ 100RMN があったと呼ばれている。これは、下級小海艦として6隻が建造され、 2006年より収益を開始した。下級は軽武装の紹介官として収益しており、現在搭載している武装は、有名な 76mm 単装速射砲と 30mm 単装機関砲が各一門、そして 12.7mm 重機関銃が2丁のみである。しかし、上記したようなメコ100型の特性を生かして、必要に応じて、 ラム近接防空ミサイル及びエグゾセ艦隊艦ミサイルを搭載したコルベットとして改装できるように配慮されている。また、電子兵装はすでに紹介艦としてはかなり強力なものが装備されており、対空レーダーとしては3次元レーダーである TRS-3D が搭載され、またソナーも装備されている。固有の対戦兵装は持たないが、上部構造物後部には、 ヘリコプター格納庫が設置されており、SH-60C ホーク級の機体も運用可能となっている。なお、艦名はいずれも、マレーシアの襲名から取られている。浸水式直前のシュラザックメコ100、A-100 型の2番目のユーザーとなるのが、ポーランド海軍である。ポーランド海軍が発注したモデルは、船体設計そのものは先行するメコ100。 RMN 型に準じていたが、はるかに重武装のコルベットとして開発されたことから、メコ A-100 型と呼ばれている。ポーランド海軍は、本級を7隻取得する計画であった。しかし2012年の2月、任務の多様化からもっと大きなサイズの艦を必要とするポーランド政府の方針転換により、すでに寄港していた一番艦。 シュラザックを除くすべての艦の建造をキャンセルし、シュラザックの艦手をコルベットから紹介艦に変更した。2019年11月28日に収益。ガブロン級コルベットの模型当初、ポーランド海軍においては、ガブロン級コルベットと称され、計画番号は621号であった。本級はバルト海における、 作戦行動を主眼として開発されており、ドイツ海軍において同様の任務を担うブラウンシュバイクキューコルベットに近い装備を行っていた。ただし、A-130 型よりもやや大型の艦であることから武装が強化されており、RBS-15 艦隊艦ミサイルのほかに、股艦防空ミサイルの垂直発射機と中型ヘリコプターを搭載する計画であった。 しかし、前述の理由により、股間防空ミサイルは、携帯式対空ミサイルであるグロムに変更され、対艦ミサイルの搭載も見送られている。崎村玉樹、ポーランドの新型哨戒艦、シュラザック海軍創設101年の記念日に収益。オタクマ経済新聞。2019年12月2日閲覧。ありがとうございます。